それではですね、第1回目のパーソナルレッスンですね、受講者は上野さんです。よろしくお願いします。はい、毎回総合会にですね参加していただいてるんですけども、前はねハヤブサで乗ってて結構上手だなと思っていた方なんですけど、 GSX-R に乗り換えて速さとテクニックを求めて今回受講となりました。このレッスンはですね、僕が前走って後ろ走って、主にはブレーキなんですけども、その辺を今日一日詰めていきたいなと思ってます。で、今回はですね初回記念としてですね、今度がカメラカーとして入ります。はい、今度僕と長年8体を一緒に走ってですね、 JSB も出てます。彼がですね今回カメラカーとして参加してくれますので、はい、今日一日よろしく。はい、アシスタントで、加わりますので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日一日暑いですけど、はい、頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。一応何があるかわかんないと思ってたんだけど、無理ですか。先導が抜けるとやっぱこの特に1コーナーとか最終コーナーやっぱりライン難しいんで、ここ割ともう早めにもう2つ目に向かっちゃう。つま先だけでできるようになると、これがそう足がもっと開くんですよ。そうだね。はい、はい、もうこれ今1コーナーを曲がって、今1部屋に行く感じですよね。これ見てて何か気づくことあります？離したまんまアクセル、実を言うとこが、うん、ちょっとね入れてるんですよ。はい、はい、今日一日プライベートレッスンが終わりました。お疲れ様でした、上野さん。はい、ありがとうございました。良くなったなっていうところありましたか？ブレーキ。ブレーキ。ブレーキの、はい、フロントもリアなものなんですけど、はい、今、かけ方だったり、うん、強さ加減も含めて、はい、今まで、まあ、自分はいいかなって思ってたんだけど、うん、違いを指摘してもらって、はい、映像でも見せてもらって、はい、非常に分かりやすく解説してもらいました。はい、それを、まあ、実践、まあ、何回か走るうちに実践してみて、うん、はい、変わり方が自分でも体験できたので、うん、有意義な一日だったなと思います。はい、上野さんは本当に、まあ、何年も前からその走行会で、ね、一緒に走ってて、あ、スキルの高い人だなと思ってて、で今日変えられるかどうか実はね僕不安だったんですよ、実を言うとね。でもいろんな、まあ、一緒に走っていくうちに、あ、ここはこうなんだな、ここはこうなんだな、でそして、まあ、今回手元を見るその GoPro だったり、で足元を見るその GoPro だったりっていうような映像を見て、改めてそのじゃあブレーキをどのタイミングでどのくらいどの強さでっていうのがはっきりその分かって、それをこう伝えられたっていうことがすごく大きかったんですね。だから僕もですね、実はこんなにこう差が出るのかなってっていうぐらいびっくりしたんですよ。で、まあ、上野さんにその旨を伝えて、じゃあこういうふうにこのぐらい、まあ、今のこの、ね、最新のオートバイっていうのは ABS ついてますし、まあ、ある意味そのどれだけ踏んでももうロックしないっていう、まあ、僕がもう保証してますから、例えばそのリアブレーキ、ね、上野さんがこのぐらいかなっていうのがね、本当もう僕にしてみれば触るぐらいなんですよ。でもその僕の踏んでる量と実際上野さんが踏んでる量と、もう本当におそらく多分10分の1ぐらいなんですよ。だからそれがまあその画像で見れて、あ、ここまで行っても大丈夫なんだよっていう、ある意味その安心感っていうか、それを見てもらって、で実践してもらったので、本当に僕は言うのもあれなんですけども、本当に今日一日で走りが変わったなっていうのが分かりました。はい、2台ともテクニカルガレージランさんで、仕上げていただいた杉本社長です。はい、はい、こんにちは。ありがとうございました。今日はお疲れ様でした。はい、走り上野さんどうでしたか？ちなみに、もうもともと、まあ僕も彼ではもう10年十何年の付き合いをねさせていただいてるわけで、どういう走り方をする、どういう使い方をする、まあよく分かってるんで、彼宛てのオーダーメイドが作れる。うん、うん、まあその中でもう何回も彼の走りを見てきた。もう
頭の中でイメージができている走り、うん、もう一発目はもう二発目三発目のね、走行からあいや、うん、明らかにねこの先って俯瞰できるんで、はっきり違うってことがね僕もものすごく嬉しいです。それが安全にね早く無理をしてない方向にいい形で走れるようになったっていうところは僕もものすごく嬉しい今日は一日でした。はい、はい、あのブレーキ、まあ、僕口酸っぱくいつもその走行会だったりレッスンだったりあの話させていただいてるんですけど、皆さんこう勘違いしがちなのはあれだけ速く走ってんだからブレーキなんか使わないなんだろう、逆なんです。どれだけブレーキをそのどれだけ長く使ってられるか実はあのキーポイントがありまして、それを今日はあのいっぱい画像を撮ってきてね、非常にこう目で差がはっきり分かったので、だそれをですね皆さんにも体験してほしいなっていうのがすごく気持ちがありますから、ランさんがですねこうたくさんお客さんを連れて走行会でね楽しませてくれますので、まあ、その辺の情報もですね、ツイッターとか SNS で発信してますのでぜひ覗きに来てください。はい、じゃあ今日一日あの 暑かったですけども、あの皆さんお付き合いいただいてありがとうございました。またですねこの後プライベートレッスンね、行っていきますので、興味のある方はブログ SNS でですねチェックしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。一番こう目立つところで言いますとこのサスペンションが、オーリンズなんですけども、これレース用のこのすいません感じですよね、もうねこれね、はい、もうストリートのお客さんには、まあ、こちらのオーリンズで、はいはいはい、もう十分、うん、はい、まあ、あのノーマルがね悪いわけでは全然ないんですけど、やっぱりこういういいものを使うとどうなるのっていうところがね、はい、つけてセットアップしないとわからないじゃないですか、うん、なんでまあこういう形のものをまあまああの触れるようにっていう形でこの車につけてます。なるほど、はい、まあ、これでまあ僕、まあ、モテギだったりつくばだったり、まあ、いろんなところ走ってるんですけど、この間ねちょっとあまりに感動してすぐに電話したんですよ。なぜかというと走り出していいハイグリップタイヤ履いてるなと思ったら違ったんですよ。まあ、ちょっとこういいストリートタイヤ履いてるだけで、おいちょっと待って、この接地感はどこから来るんだと思ってですね、もちろんついてるものもいいんですけども、やっぱりそれを生かすのも殺すのもやっぱセットアップなんですね。で、これ全部杉本社長がですね、セットアップしたあのオーリンズの代物でですね、いつもツーリングで使ってるじゃないですか。で、まあ、僕モテギとかまあ、いつもその走行会とかまあレッスンレベルでまあ飛ばすんですけども、そこまでこうすごいこう許容範囲があるんですけども、何をベースにしてこうセッティングをこう頭に置いてやってるんですか。そうですね、これもう完全に僕が自分が自分のためにサーキットを走る、うん、街中を走る、はい、まあ楽しく遊ぶ、うんうん、あの1台で何でもできるような車のセットアップをしようと思って作ったバイクなんですね。なるほどね、はい、まあにしてもまあね、やっぱり杉本さんはまあ言っちゃ悪いんですけど、やっぱりそのストリートレーサーです。僕はまあね一応こうグランプリも戦っていましたから、まあそれ相応のそのスキルを持って走るんですけども、やっぱこの間をも持ってですね、あいいなって思わせる、まあその もちろん物もそうですけども、セットアップもいいなと思わされるその一台です。であとはブレーキですよね、このサンスターのディスクとこのまあブレンボのキャリパーのセットなんですけども、なんでこの仕様をいつも選ぶ感じなんですか。うん、信頼性ですね、うん、僕あのブレーキで怖い思いをしたくない、うん、なので、まあ、ブレンボーは多分世界一のブランドって言ってもまあ過言ではないでしょう、うん、いろんなね、うん、パーツメーカーあるし、はいはい、でサンスターさんは作ってる人の顔が見える、うん、であとはもうサービス信頼性、うん、もう何かあっちゃいけないのがブレーキだから僕はブレンボーを選びます。なるほど、はい、まあ、やっぱりその MotoGP 見ていても今装着率 100% ですかね、やっぱりね。でそういうところからの信頼性、まあ、もちろんその技術のフィードバック等々ありますから、その辺がですね、そのやっぱり杉本社長がこう信頼を置いているメーカーで、そしてそれをやっぱこう組み合わせてねだいぶ違うんですよ実を言うと。なのでその辺の細かいセッティングも含めて、まあ、ほぼほぼ僕これ乗ってるんですけどね最近ね、ここ半年ぐらいうちのガレージにありますから、そのうちの名義変更してやろうかなっていつか思ってるんですよっていうぐらい、まあ、あの気に入って乗らせていただいてます。だからそのもちろんノーマル鈴木だったら鈴木でこう出した車がもちろんその工場出荷状態でもちろん自信を出してくるんですけども、だからそこからやっぱりあのバランスを
崩さずに、まあ、バランスをこう全然こうアップさせて乗りやすくで、まあ、もちろんツーリングからサーキットまでっていうような感じのオートバイに仕上がってる1台、信頼してる1台です。はい、ではまた今後もね僕乗り続けますから。皆さんにお伝えしたいのは、あなたのお持ちのノーマルのスーパースポーツのオートバイが、うん、悪いノーマルがですよ、悪いなんてことはないんです、うん、ないですよね。ないです、うん、ないです。ないんだけどどうしてもそのコストの制約であるとか、うんうん、例えば、まあお金がかけられない、手間がかけられないという意味で、うん、泣く泣くつけてない部品も多々あると思うんですよね。まあそれこそ、うん、開発をおやりになってるから、はいはいはい、横分かりだと思う。そうですね、はい、そういったある程度リミッターを外してブレーキなんかノーマルの GSX-R いやよく聞きます、うん、はい、そうですね、なんだけどコントラブルもっと、うん、もっとね僕怖いですよ、うん、オートバイ、うん、速いオートバイが、うん、なんでその飛ばしたい速く走りたいからもっとオートバイで楽をしたいっていうふうに思うと、例えば先ほど青木選手がおっしゃったように組み合わせ、うん、あとは締めるトルク、あとは例えばオリンズなんかもこれね買ってつけたまんまだと逆にノーマル以下です、うん、危ないです、うん、からそれをちゃんと使えるようにセットアップをする。ノーマルでもねもちろんできますよね、まあ、ある程度もちろんです、はい、うん、そういった仕事をプロがやるとこうなるよっていうのがこういう形の具現化になるかと。皆さんのお手伝いもまた、この青木イベントのね、サポートも私コークもしますので、はい、ぜひね素晴らしい内容の濃い、はい、イベントです。ぜひ皆さん遠慮なく遊びに来てください。